なんか岡田斗司夫さんの話題ですかね。ええ、ハ結構マっね、てこる。のところにハマってるんですよ。それええ、で、私もよく言います。ああ、私も見ますけど、YouTube とかニコニコ ニコ動生。画、ニコ生、そういうのでもよく動画出てますよね。あと、シンギュラリティ、こないは探してるとヒットしちゃいますよね。そうですね。ただそこはまだ見てないんだけどね。そうです結構好ね。きですよ。ええ、すごい賢いですよね、あの人ね。そうですよ、頭がいい国語のよ。力。いや、今日ね、さっきまで見てたのはね、自分はね、サイコパスだっていう話を聞いた。あと、テレビの人生一相談緒かなんしかてる出よて、ね。まあ、ともかく僕はね、最初ハマったのは、あれなんですよ。千と千尋の神隠しっていうのは、解説なの。で、僕映も画見とて、かね、SF 小説とかの解説はすごいですよね。深いですよね。ジブリ映画ね、の、なんか、で、僕ね、すごいと思ったのは、ここまで深読みするかって思って、一シーン一シーン見てね、で、ここはこうなんだってことをね、みんながね、見過ごすようなところをね、みんな見てるよ。ああ、そこすごいですね。岡田さんは人生相談みたいなこともやってらしたんですけど、相談者から来る手紙の中でも、ちょっとした違和感を見つけて、ここ、なんか隠してるだろうとか、そういうとこ見抜いちゃうんですよね。すごいですよ、洞察力。で、僕ね、次にはまったのがね、攻殻機動隊なんああ、見ました、見ました。でね、いや、彼はね、漫画の攻殻機動隊を高く評価してるんだけど、コミックですよね。いや、アニメと実写映画はね、非常にね、低く評価してる。僕はね、逆に、実は、押井守さんの、イノセンスと、それから攻殻機動隊っていうのを見てね、ハマったわけよ。アニメから。で、その話をね、僕ね、公園でやったら、聞いてた人が、いや、神戸でやったんや。な、今、本出してますよって。いや、本屋の人が来てたんや。僕は攻殻機動隊のアニメの話をしたんですよ、その公園の中で。そしたら、いや、うち今、ブースで漫画本を出してますよって言われて、で、僕はね、原作本を買ったわけよ。で、読んだら、まあ、だから僕はそういうわけで、アニメから入り、原作に至ったわけよ。だから、岡田斗司夫さんはね、原作を非常に高く評価してるんや。で、そこから見たらアニメはね、全然まあね、評価してないわけよ。で、実写映画に、ハリウッド版に至って全然ダメだって、まあそういう。で、それを僕見て、で、僕は漫画原作を読んだわけだけど、まあ非常にね、アニメと違うって、それはこうおっしゃったんだけど、アニメに出てくる草薙素子はね、人格が希薄だって言うんですよ。これは漫画に出てくるやつはね、非常にコミカルな。で、それから恋人もいてと、まあ、非常にある意味人間的だと。そういう人格的要素をアニメでは全部消してしまってるっていうふうなところが、まあ、彼の批判のポイントまあ、なんですよ。まあ、それはいろいろ意見があるから、まあいいんだけど、まあ、そのアニメの第ゼロ巻の1ページをね、ずっと深く解説して、第ゼロ話と彼は名付けたんだけど、で、僕、だから第ゼロ話と第1話と第2話までがまあ見れるって聞いたけど、まあ、ようここまで深読みするなって感心したという話で。見ました、私も。あ、そうですか。だけど、まあ、あの方は基本プロなんですよね。もともとアニメとか映画とかに関ガイしナッてクスでね。エヴァンゲリオン作ってらっしゃった方で、で、SF の方の方です。ダイコンとかやられてた、岸和田でやってる SF の大会ってあって、ダイコン主催してたのかどうかわかんないですけど、あと、オタク学入門という著書は私読みましたけど、やっぱり SF の話、やっぱ SF 関係の人ってすごい頭いいなというのは、思ってましたんで、まあ、プロですよ。私もね、好きでよく見てるんですけども、印象的な話、いっぱいあって、一つがですね、孫さんとかホリエモンとかが未来が描けないと。下げてますよね。
で、それからなぜかというと、ね、はいはい、ちっちゃい頃 SF 読んでないんじゃないかと。SF を読むことによって、うん、こんな前提だとこんなことが起こるっていうところの、うん、すごいこう深読みができるようになるんだと、うん、このシミュレーションですよね、うんうん、宇宙人、こんな宇宙人と出会ったらこんなことになるとい、うん、う、このそこのですね、洞察が深まるんだみたいな。だからちっちゃい頃は SF 読みましょうとかいうことをおっしゃってたんで、これはすごいな。で、多分このメンバー結構 SF 好きなんじゃないですか。まあ、松田先生は洞察が強いメンバーじゃない、うん、特に松田先生ですよね。松田先生も SF の、洞察強いっていうのはちょっと SF と、あ、確かにどれだけ読んでるかっていうのに関連して、うん、あ、で、そのホリエモンさんとか孫さんとかはなんかちょっと、本当にそうなんかは確認しないですけども、技術ね、新しい技術、こんなん出てくるよ、こんなん出てくるよっていうのはすごく言うんだけども、それが社会に入ったときに社会どうなるかというところが、こう、うん、描ききれてないみたいな、そのビジョンの部分ですね。うんうん、そういうことを指摘されてたように思います。うん、だから私、ちょっと SF、なるほどと、もっと読もうかな、今更遅いですけどね。子供さんは特に SF 読んだら、やっぱりすごく、まあ、SF もね、出来不出来ありますけどね、うん、多分ね、うん、いや、でも本当、あの岸和田でその大根があったとき、私、1回だけ行ったことあって、いくつかあの講演聞いてきたんですけど、すみません、大根なんですか、大根大根って、大根っていう大会があるんですよ、なんかの略なんでしょうけど、お宅の会ですか、お宅の会です。お宅なんだけど、まあ、SF ですよ、SF の、あの大会ですよ。ああ、そうですか。はい、それでもうあのイベントに出入りする人たちってみんな超絶頭いいですよ。ちょっとなんかあのこうレベルを一段超えてるなというぐらいのなんかあの超越感があるような頭のいい人たちですよ。はい、であとあのコミケ、もう10年以上前だと思いますけど、あのコミケで岡田さんっていつもブース構えてたんですよね。毎年毎年いらっしゃったの、批判とか評論っていうその島があって、そこのあたりにいつもいらっしゃってたんですけど、ある年行ったら岡田さんの姿見えなかったから、売り子さんに、あ、今日岡田さんいらっしゃってないんですねって言ったら、売り子さんが、いや、そこにいますって言われて、すごい痩せてるんですよ。で、その時著書、あの、いつまでもデブと思うなよっていうタイトルの著書を書いてて、すごい痩せられましたよね。なんか今の話、東さんの話と似てますね。いや、同じそのあたりでは。東さん、大体そのあたりでやらかしました。はい、そういう人はコミケに集まるんですね。じゃあそうですね、いますね、あの評論のあのあたりはちょっと怖いですよ。油断できないというか、森川会長さんもいらっしゃったし、あの明治大学の方も。SF とコミケだ。そう、頭良くなるのはそれですよ。はい、で彼今日聞いたやつはね、自分はサイコパスだって言って、でサイコパスの人って基本的に頭いいんだよね、うんうん、ああそうか、僕はこんなこと言ってたよ、うん、あの自分は実は離婚してるんですけどねって、で別れた妻に最近おって、実は俺はサイコパスなんだよって言ったら、であなた今頃そんなこと分かったのって。あの私結構好きなもう一つの話が、あの評価社会っていう話で、これ今までは貨幣社会だったと、うん、で今後は評価社会で、いい人にな、いい人戦略と、あ、もう戦略的にもういい人を社会の中で演じるということが、うん、こう幸せになる道なんだと、うん、お金を集めるんじゃないと、いい人になって評価を集めるっていうのが、うん、これからの時代を生き抜く一番のポイントだと、うん、いうことをおっしゃってて、それまさにこれね、結構10年ぐらい前におっしゃってたんじゃないですかね。もうまさにそういう方向に、うん、なんか IQ より EQ って話と似てますね。インテリジェンスクオンティティじゃなくてエモーショナルクオンティティの高い人が結構社会で上がってくみたいな。それは誰の話なんですか。いや、なんか一般論って方、いや誰かわかんないですけど、そんなのを聞いたことあるので似てるなと思ったっていう。世の中の流れ、やっぱり的確に SNS ね、なんか並行してますね、それね。それから、ね、今日聞いたやつはね、あのコロナ後の社会、今後数年後にこうなるよって、漂白社会になるって。何ですか、漂白。きれいなものが尊重されるようになった。あ、漂白真剣症の漂白ですね。いや、漂白。漂白？真っ白の。白くする漂白。い
や、例えばこういう、あ、そうなんです。こういうこと言ってて、はい、例えばおにぎりっていうのが、はい、昔はね、ね、うん、コンビニのおにぎりなんてね、機械が握ったよりは、ね、人の握った方がいいよって言われてたけど、今はね、誰が握った、ね、分からんようなおにぎりよりは、機械が握ったおにぎりの方が安心だって。で、綺麗なものが尊重されるようになってきたと。で、さらに言えば、例えば歌手っていうのを、昔の60年代の歌手を見てくださいよって。で、そんな美男美女はいないって。とか、現代の歌手っていうのはみんな美男美女じゃないと歌手になれないような側面があって。で、要するに昔はね、綺麗じゃないもので、まあ、要するに、まあ、その技術、でアイドルということは昔は軽蔑して使われてたって、つまり能力がないのに可愛いだけで、まあ、出てると、うん、だからアイドルっていうのは否定的な言葉だったんだけど、今はね肯定的な言葉になってしまってるって、うん、例えば韓国のタレントなんかその美容整形することが普通になってると、うんうん、それがだんだんね日本にも浸透してきておると。だから今後はですね、要するに、まあ、これ清潔な社会ね。うん。まあ、潔癖症ですね。そう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 。ちょっと昔から見ると、もう異常なくらいの潔癖症、世の中全体がこう、そうそうそう。特にコロナで、ね、マスクして、手を消毒して。アルコールでね。ね、で、これがね、特に手を消毒するっていうのは、これ、癖になってしまったら、やめられないよね。うん。今もう辻川持たない人多いですよ。ああ、うん、確かにそうですね。うん、バスの辻川、電車の辻川、うん、変わりましたね、急にね。うん、そのうち言われるんじゃないですか、昔の人はなんか大根とか人参とか土から引っこ抜いたやつ、洗って食ってたんだぜ、汚いなとかね。おお、言いそうですよね。栽培法をしていくわけですね。うん、空中でこう栽培したようなのしか食えなくなるんじゃないですか。ところがね、僕ね、食べ物の、まあ、研究 してて書いてあったけどね、うん、実はそういうね、清潔信仰というのはね、かえって体に良くない。なぜかというと、例えばね、犬を飼ってる家庭の子供の方がね、健康だって言うんですよね。犬は汚い、外で遊ぶ。いや、だから、室内外の犬はダメですよ。外を飛び回ってるような犬。で、外に泥まみれになって帰ってきたような、つまり雑菌をいっぱい持ち帰ってきたような犬を、触ったり抱いたりしてると、その雑菌が子供に移るわけですよ。で、そうするとね、それに対する抵抗力ができるわけね。だから、そういうもの一切ね、排除するようになってから、例えば花粉症が増えたとかね、うん、アレルギーが増えたってことは、そういう清潔信仰なんだって。だから、まあ、ね、岡田斗司夫さんが言うように、で、今後それがね、ますますね、特にこのコロナで。エスカレートしていくと。エスカレート。どうですか？でもそれ人間が弱くなっていくってことですもんね。そういうこと、そういうこと。それすごく反対なんですけど、あえて汚い生活したいなと思ってます。そう思いながらもね、思いながらもね、やっぱりこのようなことがあるからね、やっぱりね、手洗いますよね。いや、僕できるだけ洗わないようにしてますよ。そうなの。アルコールは言われないと使わないです、僕は。え、使いますか皆さんは。うん、なんかもう無意識に思わずなんかもうシュシュってやっちゃいますよ。そうですか。僕は特にね、うがい、うがい薬を買ったわけよ。だからね、合宿から帰ってくると必ずうがいするし、ちょちょ洗いますよ。うがいはいいかな。いや、でもね、僕あえて微生物まみれになりたいと今思ってますけどね。うんうん、私結構平気ですよ。山行ったりしても山とか普段行かない人が行くともうかぶれちゃったりとかひどい目にあって、あとタイとか東南アジアとか行くとすぐお腹壊したりとかありますけど、私結構大丈夫ですよ。強いですよ。まあ、岡田斗司夫さんの話に。あ、そうでしたね。漂白社会。そうなっていくと。漂白社会。いいか悪いかは別にして。すごいですよね。すごい他の人が言ってないような洞察が常に深くて、そうそう。YouTube 面白いですよね。あっちもニコ生の方もね。
でもシンギュラリティは来ますみたいな。だからシンギュラリティ来ないなっていうのはちょっと残念なんですけどね。そこはね、僕見てないから分からへんんだけど、だからいや、これタイトルだけ読んだんだけど、AI で生成マーチ程度の問題しか解けないとか書いてあったけど、それはちょっとおかしいようなに思って、まあね、マーチと東大ってね、量的な差じゃないかって僕はもう質的な差じゃないんじゃないかって、いや問題がね。だから今ね、AI がマーチの問題を受けるって、まあ、あこれはあのトール僕のことを言ってるんだろうと思うけど、例えばあれあれがね、この前お話したミネルヴァみたいなものはね、多分マーチレベルの問題を解けるんでしょうよ、文章題だってね。で、いやだけどあれはね、今、だからマーチと東大っていうのは、これは量的な差であって質的な差じゃないと僕は思うんで、だから今 AI がここまで来てそれで終わりってことは多分ないんじゃない。例えば Siri とかね、Alexa みたいな、この程度かって見たって、例えば GPT-3 みたいどう思うんだとか、GPT-3 でもこの程度だと思うんやったら、ね、例のラムダみたいどう思うんだって、どん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 進歩していってるわけじゃないですか。だからね、マーチを突破すればね、次は東大突破できると思うのが当然じゃないですかって。だから量的な問題ならね、まあ、と思ったという、あの引き続き岡田斗司夫さんの動画みんなで見ていきましょうという結論でいいですか。まあまあいいですけど、はい、でなんか気づいたことあったらちょっとここでも、議論しましょうということで、はい、あの、はい、他のヤニあキルヒャーさんとかに加えて注目動画のこのリストの一つに、加えたいというふうに思います。はい。